ソユーズトマ -14M は2014 20 14年に行われた国際宇宙ステーションへの有人宇宙飛行。第41次長期滞在の3名の乗組員を ISS に運んだ。ソユーズの1967年の初飛行以来123回目の飛行であった。ソユーズは第42次長期滞在のクルーのための緊急な必要として ISS に留め置かれ。 2015年3月に予定通りドッキングを解除し、地球に帰還した。ソユーズトマ -14M は2014年9月25日20時25分にカザフスタンのバイコヌルール宇宙基地からソユーズ FG で打ち上げられた。およそ打ち上げ9分後に低軌道に到達した。低軌道到達後、ソユーズは太陽光パネルの展開に失敗し、これは最終的に ISS 到達後に展開した。NASA と FSA によるとソーラーパネルの展開不能はミッションの成功を脅かすものではなかったとされる。4時間ランデブー方式に沿う形で6時間以内の同年9月26日2時11分に ISS のポイスクとドッキングした。ISS とソユーズの間のハッチは4時6分に開けられた。 この時をもって、トママイナス -14M のクルーは、第41次長期滞在に参加し、これは2014年11月にソユーズトママイナス -13M が ISS から立つまで続いた。その後、サマクチャイフ、セロバ、ウィルモアは、第42次長期滞在に移行した。トママイナス -14M は2015年3月11日まで、緊急機関用の宇宙機として維持され、その後、 サマクチャイエフ、セロバ、ビルモアを乗せて地球に帰還した。3月11日22時44分に ISS からのドッキングを解除して軌道を離脱し、乗員の乗ったソユーズは3時間ほど後の3月12日27分に無事に着陸した。ありがとうございます。